あ、どうも。あー、どうも。もう3月も終わりで。メールがたくさん来てるんでね。リーダー小太郎さん、こんにちは。どうも。冬の秩父からの巻きで、最近、子がつく名前が盛り返してきたとおっしゃってましたが、お二人の命名由来をよろしければ教えてください。俺の？男の子が欲しかった父親が、生まれてきた子が女の子でがっかりし、秋用の、あ、節子の巣で、厚子と適当に命名されたものよ。はい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 。いや、そんなの男のつもりでさ、考えてたやつをさ、変換するのなんて普通の話だよね。もう普通だよ。だってそれもう画数とか調べてさ、そうそうそう、いいの選んでんだからさ、今さら女に帰らんねえよってことだよね。そりゃそうだよ。そりゃそうだよね。プラン変えられないよ、こっちだってね、うん、なかなか。だいたい適当なんだよ。だって人にさ、名付け親頼むぐらい時点でも適当だもん。まあそうだ。自分で決めなさいよ、親がって感じは。そう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 。でもなんか親から一文字、お父さんお母さんからもらうっていうパターンも多かったりしたよね。まああったね、うん、もらったからどうすんだよ、こんなもん。まあね、いや、孝太郎くんはなんで孝太郎くんっていう名前になったの。孝太郎は知らないね、親父の会社の上司がつけたから。聞いたことない。あ、上司がつけたの。編集長がつけたのね、当時の。へえ、やっぱ高安太郎なんだね。そう、高安にこだわったんだもんね。ね、うん、まあでもその気になんだよね、なんか高安なきゃないみたいな。そうなんだ、うん。安倍くんなんか、安倍高速だけ高安って作るんだよ。そうだよね。さらに上行ってるよ、これすごいね。俺は高安太郎だよ。太郎って高安だけじゃん、だからマシンっぽいじゃん、でもその代わり遺跡の小太郎みたいな。確かに、なんかトラクターとかそういう、ね、だその点この久しっていうのはなんとも何の役にも立たない名前だよね、これね。久しね、根性があるのもちょっと違うしね。違うしさ、久しいのはあれでもないしさ、弥生の矢の字で久しって、これ困ったもんでさ、なんかね、どっかの坊さんがつけたんだって。俺の坊さん、坊さん、知り合いの。だから死んでからいいって感じなんじゃない。そうじゃない、改名した時にとか。いや、多分確かに決まるね、改名にするとね。改名にすると決まる、まあ、決まる。生きてるうちはさ、ログイン輝かないんだよ。死んだ時、改名になったんですよ。一文字、あの、やってるが入った時に。いいね、いい。なんか、いい。ムッケっぽいもんね。お当番に合うね。お当番や。お当番の上から3番目ぐらいにやって入ったらさ、これ、ここでグッとくるでしょ。来る。あそこに高安入ってもね。あと、ノリとかにさ、白い文字で、いや、ひさしでやってみたいの。なんでだよ。よくあんじゃん、ラーメン屋でラーメン屋の名前入ったさ、ノリ。あれ、ひさしってね、ひさしノリ。ひさし。なんか俺、パリッとしたじゃん。自分の名前全然好きじゃないんだよね。いや、それはね、俺だって好きじゃなかったよ。そうなの？うん、ずいぶん後で好きになったの。何をきっかけに好きになったの？忘れたね。早いね、返答が。忘れたけど、ずいぶん後でしたよ。あ、そう。うん、もうヒロシ、タカシみたいな、シ終わりが多かった、ね、俺たちの世代は。だからそれもあって、リーダーの世代だとヒューマとかいそうだけどね。いい、それがね、結構いないんだよね。ヒューマ、星ヒューマの、ヒューマまだまだまだか、始まってないじゃん、小太郎君、生まれた時には。ああ、そうかそうかそうか、うん、あれ、そうだ、月光仮面だもん。そうだよね、月光仮面だ。生まれてて、そうだ、俺だってヒューマはありえないんだ、うん、ありえない。そっか、うん、放送されてからだから。そうだ、うん、コウタル君より3つ4つ下、うん、下になってくると。俺だったら古市スーパージャイアンツとかそういう感じだったから。そう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 、宇津井健の。そう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 か、ちょっと名前っぽくないもんね。そう、加藤月光みたいな感じだから。それは結構いいね。詩人っぽいね、なんかね、うん、加藤バットとかね、うん、加藤バット。あ、それ黄金バットだけど。加藤バット、いいね。どういう、どんな手順なんだろうね。それカタカナとかね。カタカナだよ、当然カタカナ。だって昔明治時代とかカタカナ多いじゃん、結構。なんかお袋に聞いたらさ、うん、うちのお袋テルって言うんだけど、カタカナなんだよ。うん、うん、そうでしょ。うん、そしたら最初に教わるのが、その頃ね、うん、昭和9年生まれなんだけど、うん、小学校行くとまずカタカナから教わるんだって。あ、そうか。カタカナ、ひらがな、漢字の順で言ったらしいよ、昔は。あ、そうなの。うちのおばあちゃんもミサだもん。ミサ、うん、明治、カタカナ、うん、かっこいいね、ミサ。ミサね、そうなんだよ。なんでカタカナなんだろう。ベルベットアンダーグラウンドにいそうだね。いそうだね、確かにね、メンバーで。うん、いそうだね。いそうだよね。ボブ・ディランが手出しそうだね。手出しそうだよね。ミサ、うん、ね、愛しのミサって歌できそうだよね。確かに確かに。おばあちゃん洒落てんな。俺、ごめんよりさ、ごめんよミサにしようかな、今度から。ごめん、悪いことばっかりしてきたからね。2016年バージョン、おばあちゃんの謝罪の曲としてさ。ごめんよミサ。うん、あれ、そのね、ミサさんが、コウタロ君に毒ダミシャ勧めたおばちゃん。そう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 。コウタロ、畜能には毒ダミシャがいいんだぞ、つって。そう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 。
で、飲んだの孝太郎君。飲んでたよ、しょうがないかな。ばあちゃんの愛には逆らえないんだよ。なるほど、いいこと言うね。おばあちゃんってさ、本当に優しいよね。優しい。俺もさ、なんかさ、俺悪いことするとさ、うん、うち蔵があるんですよ、はいはい、でそこにさ、お袋にさ、閉じ込められるの、うん、はいはいはい、真っ暗だよ。真っ暗ね、うん、で、その時に、うん、開けてくれるのは必ずおばあちゃんだから。なるほど、うん、なんてひどいことするんだろうねっつって、うん、で嫁姑が分かるわけですよ。おばあちゃんね。おばあちゃんが助けてくれた。おばあちゃん優しいよ。おばあちゃん欲しいな、うん、欲しいって。おばあちゃんだって、おばあちゃんってだって絶対お年玉くれるしさ、いくつになってもね。そうね、うん、おばあちゃんが最高だよ。おばあちゃんいいよ。その点おじいちゃんってあんま優しくないよね。おじいちゃん俺会ったことないんだよね。あ、そっか、うん、おじいちゃんっていうのは会ったことないです。俺、俺のおじいちゃんはほら甘食しか買ってくれなかった。甘食買ってくれたらいいじゃないの。いや、だから何度も言うけど甘食は嫌だったんだよ。なぜ？だから中身のないパンだから。ああ、そっかそっか。うん、だから憧れてたの、小太郎君、クリームパン、あんパン、はい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 、ウグイスパン、というか何でもいいから中身が入ってるパンが欲しかったの。俺甘食好きだったけどな。え？甘食好きだったけどな。何度も言ってるじゃん、甘食好きだよ。それ食べ飽きたからでしょ、そういう中身のあるパンに。まあそろそろね、うん、おしゃれなパンも出始めたからね。でしょ、うん、そっか、やっぱ遠いんだよ、東京と埼玉は。おげ、孝太郎さんのギター、名前はシリーはどうでしょう。はい、あ、誰これ。シリーだ。あー、昔活躍したね、シリー、うん、オズの魔法使いやってた。そうそうそう、テレビでね、うん、名前決まったもん。名前決まったよ、シェリー。ビビアンですよ。ビビアン、ビビアンですよ。どっから来てんの。ビビアンスーだよ。ビビアンスー好きなの。もう好きだよ。マジで、うん、また古いの持ってくんね。いや、なんかたまたま。なんで今ビビアンの。いや、だからああいうのってさ、その時にひらめいたものを名前にするとかいいわけだよ、うん、たまたまその時に俺ビビアンのちょっと曲聴いてたから。ビビアンスーの。そう。え、曲聴いてんの、孝太郎君。聴いてるよ。すっげえ初めて知った。で、ビビアンにしたんですよ。すごい売れたよね、あの人。売れたよ、ビビアンス。売れたよ。台湾の人だよね。台湾、よく知ってんね、小太郎君。ビビアンス知ってますよ。好きだったんだ。好きだったよ。知らない、それは。好きだったっていうか、 ING だよ、それ、ある意味では。あ、今でも好き。そうだね、うん、へえ、今のビビアンスなんて知らないな。知らないのよ、ビビアンス。知らない、知らない。今の方がいいみたいだよ。今の方がいい。マジですか、うん、ビビアンスか。ディープ P 活動、孝太郎さん、リーダー、こんにちは。はい、新潟に住む21歳大学生の女 P です、うん、高校生の頃からコレクターズのファンです。はい、私は高校生の頃おかっぱ頭だったんですが、うん、同じくコレクターズファンの友人から、うん、リーダーの真似と言われてショックを受けたことを思い出します。なんでショックなの。青春時代をコレクターズと共に過ごしていると自負している私ですが、うん、ディープな P としての行動、うん、はごく最近始めましたと。うん、ディープ P 行動の成果としては、うん、彼氏が熱心なリスナーになり、うん、最近喋り方が孝太郎さんに似てきたこと、エマニュエル夫人を YouTube にて発見して視聴したことなどです。エマニュエル、これからもディープ P 活動を就職活動とともに繰り広げたいと思います。なんでね。エマニュエル夫人ね、うん、YouTube にさよならエマニュエル夫人まであるんだって。そんなに出てんの、エマニュエル夫人って。エマニュエル夫人と帰ってきただっけ。帰ってきちゃうの、ウルトラマン、ウルトラマンみたいに。ゾクだっけ。ゾクはありそうだね。ゾクありそうだね。シンもあったじゃない。シンもありそうだね。シルビア、シルビアいない気がするな、なんかもう。シンがみたいと思う。でもなんかさ、黒いボンデジみたいなの着てるやつなかったっけ、シルビアが。シルビア、わかんねえ。エマニュエル夫人追ってないの、コウタル君。追ってないな。追えばよかったな。追えばよかったな。エマニュエルってエマって入れたらエマニュエル出てきちゃった。エマニュエル出てきちゃったよ。イエローモンキーが出るかと思ったら、エマじゃ、そっちのエマじゃねえよ。エマニュエルの方が有名だよ。検索としてはね、検索としてはエマニュエル夫人、うん、あれ一作しか出てないんじゃないの。シルビア、そんなことないよ。本当、これ今あった、ゾクエマニュエル夫人、うん、さよならエマニュエル夫人、さよならあんだ、やっぱり、うん、ゾクだよ、ゾク、うん、ゾクもさよならもね、うん、まだページは作成されてないんだよね。ファンがいないってことじゃん、それ。ウィキに載ってないってことでしょ。
東京エマニュエルズ出てきちゃった。誰がやってんだよ。いや誰か、ね、誰、いいな、誰、東京エマニュエルズってカマキリ夫人なのね。うん、東京にいたのエマニュエル夫人が。本当に、いや、どこにでもいたよエマニュエル夫人。嘘、うん、マジ陽子みたいにいたの。まあクオリティは分かんないよ。なんか田舎の方にいたら塔の椅子みたいなの買ってくるよ渡るくん。黒い皮着たエマニュエル夫人出てこねえな。そんなあったっけ。あるよ、俺もう衝撃だったんだから。それ王女の問題じゃない。これ誰、違う、これ、これ分かんない。東京ララバイみたいなとこ映ってた今。そうですね、うん、ないなぁ。やっぱすごいな、イメージとしてな。足組んだって関連検索、エマニュエル夫人、椅子。結構さ、有名なメーカーの椅子だったりしてね。あ、マジかよ。うん、あ、まあ、でも可能性はあるね。可能性あるよね。うん、エマニュエル夫人、椅子すごい。ほんと、椅子が遊ばれてる。椅子いっぱい出てきちゃったよ。みんな座りたいんだね、あれに。うん、座りたいだろうね。風呂上がりのおじさんとか座ってたらまた景色変わるね、これ。あ、エマニュエル夫人かみたいな、もう一回。いいよもう。あんなポロシャツ似合う女いないんだよ、いつも言うけど。ポロシャツが似合う似合わねえの話じゃねえし。まず悩んでます。はい、リーダー小田さん、こんにちは。どうも。宮城県在住、ファンク帽子男34歳。うん、今回お二人に判断していただきたいことがありメールしました。うん、メールをしている今日2月26日にベンジー率いるシャーベッツのライブに行ってきて、うん、ベンジーのかっこよさとバンドの素晴らしさにテンションの上がった私は、うん、ライブが始まる前にはためらっていた5500円の T シャツを迷わず買ったんですが、うん、この T シャツが V ネックだった。はい、体にフィットし胸元を覗かせる白の V ネック、うん、ベンジーや小太郎さんが着たら自由な風を感じさせる海を愛する男といった風情ですが、うん、私が着ると、うん、国道沿いの食堂で丼飯を食べる作業員を思い出してしまいました。なるほど。私の顔をお二人に近いしい人物で例えると、うん、松本壮さんやサンボ山口さんの系統ですと。なるほどね。私はこの V ネックを着てもいいのでしょうか。うん、重ね着やアクセサリーで何とかなるでしょうか。うんうん、私としては荒履きの時に着るつもりで買ったんで、うん、作業員からロックフェスに行ってもおかしくない人物になりたいです。うん、お二人のご意見をお聞かせください。うん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 、V ネックは難しい。そう？俺とか全然ダメだもん。俺まだ得意じゃないよ。でも小太郎君は乗り切れる気がする。でもさ、これ逆に俺なんかのこれね、僕のこの個人的見解なんだけど、うん、松本壮やサンボ山口が似合うけどね、 V ネック。そう、似合う。これどういう感じで似合う、なんつうんだろうね、うん、すごいおしゃれに見えるけどね。そうなんだ。うん、なんか労働者な感じするけどね。いや、そこがいいんだよ。そこがかっこいい、うん、やっぱり。うん、その逆に俺、海を愛する男といった風情の V ネックとかは嫌だね。ああ。そうね、ちょっとやだ。ちょっとポロシャツ立ててる人みたいな似合い方になっちゃうからね。うん、ちょっとやだね。だ、 V ネックたまに挑戦するんだけど、なんかこう自分で首をかしげるんだよね。うん、それ孝太郎君さ、俺たちがさ子供の頃に V ネックがさ、うん、なかったからじゃないの。あったよ。あった、うん、俺 V ネック派だったもん。この T シャツ、 T シャツ、 T シャツないよ。 T シャツして U ネックしか、 U ネックしかないでしょ。だからさ、なんか V ネックってすごいさ、うん、馴染みがないっていうかさ。ないね。セーターしかなかったじゃん、 V ネックって。だからじゃないの。だからさ、うん、俺だから V ネックでもなんかたまに着てみたくなるんだから買うんだけど、うん、もう体にフィットするやつはもう V ネックに関してはやめてんの。それなんで。ちょっとワンサイズぐらい大きめ買ってんの、 V ネックに関しては。うん、あのその体にフィットしちゃうといかにもそのさ、うん、犬連れて海走ってそうな。なるほど、そのイメージわかる。そうは俺見られたくないわけですよ。わかる。だからその俺はちょっとオーバーサイズ買うし、うん、松本壮みたいとか三本山口みたいな方が俺は逆にいいの、うん、セクシーに感じるんだよね。なるほどね。うん、だからこの人だからいいんじゃない、来ても。だから自分でどう思うかだ。そうか、逆にこの人は壮君とかみたいの方が似合ってないと思ってるわけだから、うん、そう、そっちの方がいいよ。むしろそっちの方がいいと、うん、だからそう見えるんだったらむしろ来てくれと。そう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 。なんかさ、やっぱりさ、年取るとさ、小太郎くんさ、首に一番し、なんていうの、年齢が出るんだよ。出るよ。この V がさ、またそれを伸ばすんだよね。そうね。確かに。うん、だからつい U で隠したくなるんだよ、小太郎くん。分かる？分かるよ。うん。タートルネックだよ。いや、だからさ、だからそういう意味もあったら V ネックダメだな。うん、まあでも今年はちょっと俺も V 攻めていこうかな。V 攻め。V 攻めしてみようかな。3位は V。3位は V。
最後 V ネック、うん、V ネック1枚も持ってないもんだって俺持ってんですよ。そうなんだ、もう似合わないと思ってるから絶対買わないよ V。 よし今年は行く V。 小太郎君それよりさ、うん、V ネックのセーター着なくなっちゃったよね。着てるよ俺。嘘、着てる俺今年結構 V ネックのセーター着てる。あそう、うん、俺全然着なくなっちゃった。で V の気分でさ今年セーターが、うん、サイマー V。 サイマー V。 それだけ。で、V は追ってんだ、ついに。そう、新宿でさ、うん、あ、去年だ、クレに買ったんだ。去年、ああ、去年、クレね。007見た帰りに買ったの。なんで V なの ?007 っぽい気持ちになったんだろうね。V が、そうなったの。なんかこう、V じゃないと思って、V 買って、年を締めたの。まあ、確かに V の方がちゃんとブリティッシュな感じするな。ね、うん。V なんですよ、俺。そうなんだ。今年結構 V 着たよ俺。 V のセーター。 V セーター。だからもう3月は着れないじゃん、うん、寂しいんだよね。なるほどね、うん、もうあったかくなっちゃうからね、うん、今年 V 行く？物販でも作ったらいいんじゃないの V、うん、難しいね V。 なんだよ自分で着るっつってて。いや俺は着るよ、うん、よし V 行こう。難しい。でも V やっぱり恥ずかしい。いや、いけんじゃないの。いや、首がダメ。田中健なんだから。いやだ。この前さ、田中健かなんかにけって孝太郎君にプロデュースされてさ、うん、あるさ、これから発表するチラシのさ、うん、ポスター用のあれ撮ったじゃん写真、うん、俺ち一番前で下から煽られたらもうアンパンマンみたいに写っちゃってさ。加工するから。加工する。どうやって加工するのあれ。もう孝太郎君とか横向いてるからかっこいいじゃん。加工するから大心配しなくて。この位置嫌だったなって後から思って。この位置すごい間違い。いやだからあの位置で行くっつったから、うん、チャレンジャーだなと思ったの。いや孝太郎言ってよ、それ言ってよ孝太郎言ってよ。チャレンジするねと思って。いやちょっとていうかまたさ寒かったからさ他の位置試せなかったんだよね。そうなんだよ。もう決め打ちしちゃったんだよね。さみんな他の位置変えようよとか言えなかったね。そうそう、言い出せなかった。そういうだってデザイナーの吉永君震えてたからね。そうだからもうこれでやろうっつってね。それでやっちゃったからさ。どうしようあれ、あの写真。いいよ俺別にバッチリだよ。孝太郎かっこよく写ってんねん。俺写ってないよ俺なんで。あれもう65歳ぐらいに見えない俺。いや見えないよ。すごいもうダンディーだよ俺の。アンパンマンみたいな状態。もう俺確実にリーダーより高校年上だよ。年上だっていうまん丸に写ってんねん孝太郎。大丈夫だよ。大丈夫だよ。この髪型が悪いこと出たね。髪型がまん丸なんだろ。そうなんだよ。本当にね、この髪型やばい。ダダよりいいじゃん。ダダよりいいけどさ。もう困った。もう本当年ごまかせなくなったね。ごまかす必要ないよ。そうだね、うん、ごまかす必要ないね。 お助けください。はい、リーダー小田さんどうも。どうも。最近女子力アップのために毎日お弁当を作ることにしたんですが、うん、おかずを何にしたらよいかいつも悩みます、うん、お二人の好きなお弁当のおかずや子供の頃にこれだけは絶対入れてほしいと思っていたおかずがあったら教えてください、うん、頑張って作ってみたいです、うん、写真はずっと前に気まぐれで作ったひさし弁当です。もんもんみーさん。これも大きいボンドみたいになってきたって。これ写真館だよ。写真館だね。ひさし弁当これ足りんだね。少ないね、うん、女の子は割と少ない。少ないんだ。もっと食ったらいいよ。イカリングとか入れた方がいいよね。なんか弁当なんて冷凍食品でいいんだよ。冷凍食品で冷凍食品オンパレードでいいよ。あの自然解凍して昼行きちょうどよくなるやつでいいよ。そうそうそう。本当だよね、うん、あとは詰め方でうまそうに見えるかどうかだから。確かに。一応希望は何かありますか弁当の。いや俺はねもう本当にね、俺高校生の時さ、うん、弁当だったんだけど、まあ食でもあったんだけど、おふくろが毎日イカリングだったの。イカリングなの。イカリングなんだよ。で一言イカリング好きって言っちゃったのよ。そしたら毎日イカリング。そしたら毎日イカリングだった。あ、そういうのあるよね。あるじゃん。ある。相手も作るのめんどくさいし、うん、あ久しぶりイカリングみたいになっちゃったのよ。ずっとイカリングから入ったの。俺子供の時に寿司屋でさ、うん、穴子うまいって言っちゃったんだよ、うん、永遠に穴子が似たから。そうでしょ。なんかそういうことよ。そういうことよ。そっか。俺はあの冷凍のエビフライ入れてほしいね。エビフライ、うん、冷凍の。あエビフライ、ね、ちっちゃめのやつあるじゃん、うん、あるあれがいいね。でも孝太郎くんちのお母さんとかお弁当作るのうまそうだもんね。いやだからね、料理はすごいうまかったんだけど、うん、弁当に関してはね情熱がなかったんですよあんまり。あそうなんだ、うん、それをこう綺麗に盛り付けてみたいな感じの親ではなかった。まあそういうんじゃないね。だってほら前にも話したけどチャップリンの弁当箱だからさ。ああそうか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 、うん、
俺は王貞治だからね。そうでしょ。だからそういうまあ、ね、弁当はね、なんか全然力入れてなかったね、あの人。あ、そう、うん、でもいいよ、あるだけね。まあ俺弁当の機会はまずなかったしね。そうだね、給食室の工事の時だけだったから。ああ、給食があったからね。そう、でも給食もね、うん、まあ我々の頃はね。でも途中あれだな、やっぱりもう高校の時はお弁当嫌になっちゃって、うん、もう学食になっちゃったな。学食あったの？あったの。それすごいね。だから本当に普通にさ、カレーとそばみたいな。それそうしたらそれがいいよ、カレーとそば。なっちゃった。カレーとそば。学食があったの。うん。めんどくさくて。俺高校の時購買部があったね。購買部あるよね。でも昼に行くと売り切れてんだよね。売り切れてる。うん。菓子パンぐらいしかなかったとかね。いや、調理パンだね、あとね。ああ、そう。うん、あんまりないよね。選べないよね。選べない。2時間目終わって買わないともうないんだもん。ない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 。そういうもんだね、うん、そうなんだよ。2時間目の休み時間にまた石田ってやつが必ず自分の弁当食うんだよね。それはくせんだ。あ、なるほど、ね、スタミナ弁当みたいなのいつもやってくるからさ。でっかいやつでしょ。でっかいの。はい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 。石田が食うからもうほんと臭くてよ、もう、まあ、弁当ね、うん、自分で弁当作ろうかな。小田君うまそうじゃん。でも俺ね、自分で作る弁当はねもう決めたんだよね。いつかやらなきゃと思ってずっとやってんだけど、うん、そう弁当持って俺はね、うん、まあ、一人こう公園あたりにね、うん、散歩に行って食いたいんですよ。一人で。一人で、うん、それどういう弁当かっていうとね、うん、まずね、うん、銀のあのアルバイトの弁当箱でしょ。アルバイトの、はい、弁当箱ね。あれじゃダメなんですよ、うん、ね、あれにのり弁なの。のり弁なの。のり弁なの、うんうん、ね、うん、そこでスーパーで買ったメンチカツが一個上に乗ってるだけなんですよ、日の丸のように。はい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 、日の丸弁当じゃないけど、うん、これだけだね、これだけ。それで何、そういう何のポリシーがあるんですか。分かんない。でもそれを公園で食べてみたい自分がずっといるんだ。だからそれこそが俺にとっての究極の弁当なんです。ああ、それが自分の中の弁当なの。そう、海苔の上に散らばった衣も含めてね。なるほど。四角いとかね。そう、弁当ってそういうものなんだね、孝太郎君の中で。俺の中の弁当はやっぱりもうウインナーもちゃんとタコみたいになってて、プチトマトが絶対入ってるんですよ。なんかそういう思いをしたことがないからね。プチトマト多い量なんだよ。ないよ今は。じゃあ丸い形なのよ、ね、そうそうそう、そういうお弁当憧れたのね。そんなシャラくさい弁当食って。いやだから憧れてたわけですよ。いや俺も人に作ってあげるときはそういう弁当作るけど、うんうん、もう俺は自分で自分のために作るときはもう真っ黒な、もうブラックマジック闇にしろ。ブラックマジックウーマンみたいな、サンタナが聞こえてきそうな。ブラックマジック弁当、日の丸の真ん中のあれが赤じゃなくてメンチカツなの。それもよく、どこの国旗なんだって感じなんだそれ。そうなんだ。でもそういうのがあるんだね、イメージがね。それしかないよ、公園の真ん中で食ってるってね。それはね、それこそ弁当なんですよ、男の。なるほど、男のね。あんなプチトマトが入ってない。いやだからそういうの憧れるわけですよ。唐揚げとか入ってんの。そうね、プチトマトとか。そう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 、ちょっとファンシーな感じで。前にもこれも話したけどさ、うん、遠足の時なんてね、母親に帰りにはゼロになる弁当作らせた男だよ。あ、そうだね、そうだね、そうだね。それゼロにするにはね、簡単な方がいいですね。そう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 、銀河見せて帰ればいいっていう。なるほどですね。すっごい合理的な男だな、これ。そうなんですよ。はい、今後のコレクターズ、はい、DVD、去年のツアーをパッケージしたスーパーデューパーのね、うん、DVD が会場、ライブ会場とコレクターズ通販サイトで発売中。なるほど。30周年イヤー記念リリース第1弾7日シングルが、発売中ですね。なるほど。僕はコレクター、トゥーマチロマンチック、うん、世界を止めて恋を拾う、この2枚ね。加藤さん、小田さん、こんにちは。34歳リーマンの男、ポロリンと申します。はい、先日アマゾンがやらかしたので送ります。うん、ご確認ください。うん、世界を止めて恋はヒートウェーブ。うん、ああ何やってんの。ジャケットがさ、うん、電気グループなんですよ。ああ、そういうことってあるんだ、アマゾンでも。でもね、アップルミュージックの、うん、ゴールデンカップスのね、うん、写真勝手に入れ替えられちゃうんだけど、うん、アップルに、うん、ゴールデンカップスつってブルーハーツがつってたよ。そうなの、うん、そういうこともあるんだ。あるんだよ。まあいろいろありますよね。これもう売り切れでしょこれ。まあほぼないと思うんで、うん、まあうちの通販サイトをちょっと確認していただいて。あ、そうですね。うん、あとはちまなこ、もしかしたら野音の会場でもあるかも。ちょっと私も分かりませんが。そうか、野音全国から来てくれるから
皆さんのために少し松本社長優しいからね、こういうところ。これはね、コロンビアの仕事だからね。あ、そうなんだ。コロンビアがなんかやってる可能性あるでもね。定畜なんじゃないの？定畜さんのはうちでやりますから、コロンビアさん。そうか、定畜の時の音源とコロンビアの時の音源が1種類ずつ2枚出てるんだ。そうですね。これもやっぱジャケットかっこいいよね、ワンログってすごいね。かっこいい。まあ、あと若いね、我々も。ねえ、何度も言うけどね、これまで撮った写真がアンパンマンになっちゃったからね、小田君ね。見たの、あの僕がこれ裏ジャケの若さ。若さ、分かったよ。なんでああなっちゃうんだろうね、人って。でもさっきさ、スタジオでローリングストーンズのデビュー当時の写真見せたの、ね、見てた2人で。今のキスリショーで知ってるとさ、もう別人だよね。別人以外の何もんでもないね。もう絶対分かんないわ。ミック・ジャガーはまだ分かるけどね。なんとなく面影があるよね。キースは分かんないね。キースは分かんない。果たして今ビル・マイヤーはどうなってるのか興味あるね。あんまり変わってない気がすんな。ロンドンですれ違っても分かんない可能性あるよ。まあそれは分かんないだろうね。確かにロンドンでジョン・ディーコン普通に立ってたよね、街に。それ別人でしょ。いや、ジョン・ディーコンですよ。本当なの？本当ですよ。7年シングルの発売記念10日のサイン会、はい、今週土曜日4月2日午後2時からディスクユニオンお茶の水駅前店、ここでやりますね、はい、やります。ヤオンがあって4月29日アラバキロックフェスね、はい、俺が誕生日にライブ、詳しくは各自お願いします、はい。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロード、 URL が変わってますのでご注意、はい。写真館 iTunes から外れたアーカイブもこちらからどうぞ。毎週水曜日更新です。 P メール受付中、bukuro24@gmail.com。 なるほど、お待ちしてます。はい、それではまた来週お会いします。Do the download. Do the download. 池袋交差点24時。